おおおおおおどうも。こんにちは。元気ですか。何やったんですか。この寒い中。これ見てよこれ。こういうところに持ってるとかどう。もう完全に分かったでしょ。ご覧ください。これマグナム庭園の高級にしごり今から出荷しますから。どうやって出荷するの。みんなあれでしょ。リミットレス多いでしょ。おっとなんだ。死にかけた。これをよ。こう水入れんじゃん。こんなんでこの高級にしごり出んのかと思うやついっぱいいると思うんだけど、たったこんだけなんだよね。生きてんだよね。すごいよね。みたいでしょ皆さん。果たしてこんなビニール袋にでっかい鯉を入れられてほんまに生きてんのかどうか。実はマグナムケースっていう釣り具屋、皆さんご存知だと思うけど、これは趣味でやってて、実はメインはこっちだろ。鯉売ってっから鯉、しかも高級。趣味でやってて、ちょっとこれ撮影ご覧くださいね。カメラマンさんこれ見てくださいね。これだよこれ。やばいっしょ。これです。これを今からこれに入れて、でここにこれを網を持ってこれを選ぶわけですよ。こういうのほら高級な、うわこれこれこれ高級な鯉を入れ選ぶわけですよ。でも入れるわけですよ。優しく入れるわけですよ。これ見てよこれ。これこの鯉見れよ。これほら8000万の高級な鯉。やばいでしょ。これをね今からね3分入れる。あ、来てください。これはよ、これ酸素入れます。抜くんですよ皆さん。こうやって酸素今抜きましたから。ここにね酸素のある機械があるからね。ここにねこうやってこうやってこの酸素、これだ。あ、手慣れたもんでしょうよ。この8000万円の鯉が今回どこだったっけ。場所フランス、ヨーロッパだよね。ヨーロッパのエリザベス女王っていう人が買ってくれた。これこんなの見たことないでしょ皆さん。これほらほら最高ですよ。でこれをこれですよ。こんな感じで入れるんですよ。こんな感じこうやってこうやって入れてピピピってやってピピってやって発送。明日には明日明後日にはその
ヨーロッパの高級庭園にリリースというわけですよ。毎日これやってるんですよ。大変ですよ、生きていくには。じゃあ皆さんもよろしくお願いしますね。じゃあおやすみ。エリザベス女王っていう人が買ってくれたの。これこんなの見たことないでしょ皆さん。これほらほら最高ですよ。